はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、2021年を最高の1年にするための年末年始の過ごし方というテーマでお届けしていきたいと思います。で、今回の動画で、ね、3つのトピックになるんですけども、最後まで見ていただくとですね、2020年にですね、どうしてもやっぱり達成できなかった目標だったりとか、まあ、もちろんそれはビジネスであったりとかプライベートのことでもそうだし、もちろんね、今の収入売上ってのはどういうふうにして上げていけばいいのかっていう明確な道筋っていうのが見えてくるようになります。で、今回動画でお伝えする具体的なそのアクションプラン、僕がお伝えするアクションプランを実際に実行していただければですね、2021年最高のですね、ビジネスを生きておける、まあ、その収益とか売上だったりとか、もしくはね、プライベートでの人生の目標っていうのもね、どん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 叶っていく、そういったね、好循環のサイクルっていうのをですね、生み出すことができますので、ぜひ最後まで見ていただけたらというふうに思います。ではね、早速入っていきましょう。ということで、まず1個目がですね、今年1年のまず反省っていうことなんですよね。まず年末年始絶対やってほしいことナンバーワン、今年1年の反省です。で、これは何かっていうと、まあ、今回まあ、この動画見てくださってる方、個人事業主の方、まあ、事業主さんですね、あとはまあ会社を経営している人とか、そういう方が多いと思いますので、今年1年間の売上収入ってどうだったのかってところをね、目をそらさずに見てほしいなと思います。どうですか皆さん、2020年最初に立てた目標ちゃんと叶ってるって話なんですよね。今年の目標スローガン、ね、月100万達成したい、ね、年商で1000万行きたかった、どうでしたかという話なんですよね。じゃあ実際どれぐらい達成できたのかをまあ見てみましょう。ってなった時に、実際じゃあ達成できたよ、目標達成できたよっていう人、A さん、まあこれグッジョブですね。で、逆に B さん、まあ B さん達成できていないっていう方もね、いらっしゃると思います。で、達成できたよっていう人はですね、逆になんでじゃあそれ達成できたのかっていう理由もね、ぜひちょっと考えてほしいなと思います。うまくいった時って人ってね、これスポーツでもそうだし、試合とかでも勝った時になんで勝ったのかなってあんま考えないじゃないですか。だから、まあ実を言うとですね、失敗した時の方が発見は多かったりするんですけども、うまくいった人からね、目標達成できた人もなぜ達成できたのかっていう理由を考えることによって、2021年はさらなる飛躍っていうのを遂げることができますので、うまくいってもいかなくても、うまくいった理由を考える、うまくいかなかった理由をそれぞれ考えるっていうのをね、ぜひ徹底していただきたいと思います。で、もちろんですね、達成できていない人は当たり前ですけども、なぜできなかったのか、いくら目標まで足りなかったのか、書き出してみてください。紙にね。で、いくら足りなかったのか、で、それを考えたときに、なぜそれを達成できなかったのかっていうのが非常に重要になってくるわけなんですね。なんでそれ達成できなかったのかと。年収1000万行きたかったな。でも300万しか行かなかった。じゃあ700万足りないよね。じゃあなぜその売上に達成できなかったのかっていう理由があります。ビジネスっていうのはすべてサイエンスなんです。僕は言うけど成功とはサイエンスって言ったりしますけども、うまくいってる人にはうまくいってる人の理由があって、うまくいかない人にはうまくいかない人なりの理由があるということなんですよね。じゃあなぜうまくいかなかったのかっていうのをセルフコーチングでどんどんホワイトから深掘りしていくっていう流れになります。なので、なぜ売上発生できなかったのかなって考えたら、あ、じゃあ集客ができなかったからだと。じゃあなぜそもそも集客できなかったんだろうなって考えた時に、インスタグラムとか例えばツイッターとか SNS に思うように時間が割けなかったであったりとか、YouTube なかなかできなかったとかね、 LINE の配信をなかなかできなかったとか、まあ、いろいろ見えてくる部分ってあると思うんですよね。そういったものをどんどんホワイト深掘りしてセルフコーチングをして原因を明らかにしていくっていう作業を年末年始必ず必ず必ずやっていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、これが1個目の、まあ、今年中の反省を絶対にしようということです。で、次2つ目はですね、来年の目標を決めるですね。来年の目標を決めると、いくら利益を残すのかっていうのがすごい重要になります。これはですね、僕前の動画にも言いましたけども、売上1000万達成しますって言ってしまいますね。1000万稼いでも1200万経費で消えたら赤字ですよね。それよりは別に年商500万であったとしても、400万利益が残る人の方が、まあ、やっぱりキャッシュとしてお金持ちなわけなので、まずいくら自分は現金が欲しいのか、いくら利益が欲しいのかっていうのを決めると。例えばそれでまあ1000万欲しいなっていうんだったら、まあ、大体ね、まあ、経費って言ってももちろん今広告かけてるかけてないとか、会社貸しているとか個人でやってるっていうのいろいろ分かれますけども、まあ、基本的に1000万じゃキャッシュが欲しいっていうんだったら、やっぱり1200、300万、まあ、もしくは1500万ぐらいの売り上げって必要になってくるわけですよね。まあ、そこから税金とかもかかりますので。ってなった時に1000万純で欲しいなと思ったら、じゃあ税引き前で大体1500万ぐらいの売り上げが欲しいなとか。ってなった時に、じゃあその1500万は、まず利益から計算して、そこから逆算して、そのためにいくらだな。1000万利益欲しいんだったら、じゃあ1500万規模のビジネスをしないといけないよな。じゃあ1500万の売り上げを上げるためには、例えばいくらの商品を何個販売すればいいのかな。っていうところもそうだし、まあ、あとはですね、どのようにそれを達成していけばいいのかですね。例えば商品高いくらのものを何の人に販売すればいいのかなっていうのもそうだし、商品の販売方法は、まあ、オンラインで商品を提供して、コンテンツをじゃあちょっと作ってみようかとかね、今商品ない方だったらこれから作っていこうかっていうのもそうだし、これ紙とペンを持ってですね、これカフェに行こう。まあ、別に絶対カフェじゃなくてもいいんですよ。別に図書館でもいいし、まあ、家で集中できるんだったら別に家でもいいんですけど、個人的にはですね、家のリビングでやるよりは、まあ、マンションのラウンジがある人はラウンジとか、まあ、オフィスとかですね、まあ、もしくはカフェとか、まあ、レンタルスペースでもいいんですけど、そういうところで集中的に紙とペンを持って、もう一日ガッと
計画を立てるというのをぜひやっていただきたいなというふうに思います。どのように達成するのかですね。はい。で、次にですね、3つ目に絶対やってほしいのが、このね、アクションベースへの落とし込みなんですね。多くの人は1度にはね、まあ100歩譲ってやる人はやるんですよ。だけど、ほとんどの人はね、このアクションベースへの落とし込みまでいかないと、まあ、いうことなんですね。これどういうことかっていうと、アクションベースの落とし込みって具体的にね、じゃあ、まず、今年1年、じゃあ年、1000万利益作るために1500万の売り上げ上げると、そのためには、どういうプロセスで何をやっていけばいいのかっていうのを具体化できる人ですね。例えば、集客媒体。どの集客媒体を強化していくべきなのかっていう細かい話をするとそうなってるんですね。あったりとか、ターゲットはどこで切るべきなのか、ターゲットは例えば30代の女性を絞るターゲットにするのか、40代の男性でいくべきなのか、はたまた30代以上の男女をターゲットにしていくべきなのか、今の自分のターゲティングは合っているのかとか、コンセプト本当にこれでいいのとか、ちょっとコンセプト変えてテストした方がいいんじゃないのかっていう判断もそうだし、あと集客媒体をするにしても YouTube 一点張りでいくのか、もちろんインスタ一点張りでいくのか、Twitter 一点張りでいくのか、中にはね、インスタと Twitter 両方やってる人もいると思うんですけど、やっぱ Twitter よりもインスタの方が得意とか、インスタよりも私 Twitter の方が向いてるなっていう場合だったら、その人にとっては Twitter が正解なわけなので、向いてる媒体で行ってほしいっていうのが、まあ一つ判断基準にはなるんですけど、自分だったらどの媒体が向いてるのかな。で、業種であったときに、自分のターゲットの人が使っている媒体をやっぱ使わないといけないわけですね。例えば、まあ、TikTok とか最近流行ってますけども、TikTok で50代、60代の高齢者の人で、ある程度所得が高い人を狙っていくって、まあ難しいわけですよね。ターゲットをするときには若い人が多いし、TikTok のユーザーって可処分所得がやっぱ低いので、高額な商品を販売していきたいという場合だったら、どっちかというとやっぱ YouTube とかやっぱ Facebook とか Twitter、インスタとかになってきますと、まあいうのもそうですよね。っていうのを、まあ、いろいろ深掘りしていくと、例えば、じゃあ、インスタが向いてるのか、ツイッターが向いてるのか、YouTube で力入れていくのか、YouTube はね、まだ動画そこそこまで慣れてないから、まあ、YouTube は細々とやりながら、広告かけていくとかね、ネット広告いつから始めていこうとか、まあ、こういった判断軸になるわけですね。で、そこから結局はインスタからも LINE、ツイッターからも LINE、ネットからも LINE というように、広告からも LINE というように、すべて LINE に見込み客リストを集める。で、ここで結局ですね、売れるかどうかっていうのは、もう 100% 教育不足にあります。もう LINE アットで自社の強みだったりとか、自分自身の魅力、価値、商品価値、アピールできてないから、まあ、売れないということになりますので、この LINE アットの配信の見直しっていうところまで年末年始ぜひね、やっていただきたいなというふうに、思います。まあ、うちの場合とかだったらね、この LINE の配信いろいろテンプレートがされてあるんですけども、まあ、ぜひね、自分の今あなたが望むような結果が手に入っていないという場合はですね、具体的にどこがいけないのかなっていうのが、まあ、書き出してみるとある程度原因は見えてくると思うんですけど、そこから先です。問題はそこから先で、具体的にじゃあそこをどういうふうにして突破していけばいいのか、インスタグラムどういうふうにして伸ばしていけばいいのか、LINE の配信をどういうふうに改善していけばいいのかっていう、その最後の最後の細かい部分に関してはですね、まず一旦皆さんね、この1、2、3のステップをやっていただいて、その後でですね、その細かい部分に関してはですね、まあ、我々がですね、実際に、まあ、15分無料個別相談というのをね、今だけやっておりますので、まあ、ぜひこちらでね、聞いていただければですね、弊社の、マーケティング特別コンシェルジュのですね、ものが、まあ、15分間、まあ、お電話で、まあ、ワンポイントアドバイスを、ね、させていただくのも可能なので、まあ、ぜひね、そちらも興味ある方はね、個別相談とね、LINE アットの方でぜひね、メッセージを送っていただけたらなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は年末年始のですね、過ごし方2021年を最高に1年にするための方法というテーマでお届けしました。少しでも勉強になったという方は、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。